えー、皆様、見えていますか、うん、で、ちょっと最初にやった、えー、と項目とも多少被る部分はあるんですけど、テンプレートの、えー、種類による長所と短所。 指示型テンプレートと企画型テンプレートみたいなことをちょっと覚えているかと思いますが、えーと、テンプレートのタイプは望ましい設計基準をどの程度満たしているかというところで、えー、テンプレートのタイプが分かれていきます。で正確にプロテーゼを表現されているか、口腔内でも使用可能なのか、えー、安定と えー、リテンションがあるかどうか、で、必要に応じて、えー、ラジオグラフィック、コントラスト、X、え、線、ー、の造影が組み込まれているのかえ、位置や傾きを正確に描写されているのか、あとは手術のアクセスを妨げないのかっていうところ、で、このテンプレートチェックリストとして、この 正確な表現。フォーク内でも使用可能か、えー。ステーブルか、ステーブルでリテンティブ。テクス線の増え、正確なインプラント前に外科のアクセスというところで、チェックリストが評価されます。で、この、プレスクリプティブと、 インディケイティブ、えー。規定型テンプレートと批評型テンプレートの、まあ、比較。まあ、この表型というのはアバウトなテンプレート。比較型は、まあ、ガイドに代表されるようなガチッとしたテンプレートという意味合いで、えー、理解してください。でそれぞれの、えー、と利点と欠点として <laughs>、えー、このアバウトなテンプレート。 表型テンプレートというのは、外科医が手術中に計画を自由にある程度変更できる。あとはインプラントの位置と軸の角度が重要ではない場合に役立っていきます。まあ、ガチッと位置を決めるものではない、アバウトテンプレートになっています。で、インプラントの位置は完全に、えー、術者。 のさじ加減によるものということになっております。で、そのために化学、えー、のハイブリッド補鉄だったりとかオーバーデンチャーとか、まあ大体の位置で、えー、収まればいいような補鉄物、まあ、カチッとした、えー、角度深度 をピタッと合わせるようなインンプラントの前には不向きで、はありますで、えー、この規定型テンプレートは、先ほどとは逆で、インプラントの位置決めの中で最大限ガイダンスを提供していくような形になります。まあ、ピタッと合わせたいときに用いられるようなテンプレートです。で、ガイド付き手術は処方テンプレートの技術の典型である。 えー、手術の計画を変更する機会というのが限られています。大体の位置というのが、大体というか、ほぼ位置が決まっているテンプレートになりますので。なので、えー、以下のようなことに最適になっています。インプラントの位置決めが機能的かつ神秘的な結果で、えー、そのようなケースに、この規定型テンプレートというのは使われます。 で、アバウトテンプレート、えー、インディケイティブテンプレート、表型テンプレートは、一応チェックリスト、テンプレートのチェックリストによると、えー、補鉄物は正確に表現しており、航空内でも使用可能。安定性と保持力は少なく、X 線のコントラストもちょっとわからない形、正確なマニュによりは不向き。ただ、外科的なアクセスというのは、 えー、非常に優れている形になりますで。こちらにあるように最大の欠点はマイニュースインプラントの位置や軸方向を決めるのが、えー、実者に依存しているということになります。実者の技量も当然、えー、求められる形のテンプレートになります。で規定型テンプレートというのは、えー、これらのチェックリスト。 すべてを満たしているような形で、まあ、ガイド手術に代表されるようなこのようにカチッとした位置決めを決めるテンプレートになっております。テンプレートによる製造方法として、えー、各技術、材料の長所や短所によっていつ適切に使用できるかが決まっております。でここにあるように3つえバキュームフォームド えー、真空形成された熱化学性のプラスチックのテンプレート。まあ、こういうスプリントを作るときのようなものですね。であとはトラディショナルアクリルレジン。まあ、伝統的なアクリル樹脂製の技術。まあ、こういうふうに。まあ、従来のステント、サージカルステントとかっていうようなもの。あとは c a d c a m テクニックを用いた 3D プリントとか、えー、CNC フライス加工、ミリングをしているような。 まあガイド、まあ、これらに、えー、テンプレートのタイプというのは分けられていきます。でバキュームフォームのテンプレートは、えー、コストが低く、えー、作るのも簡単が一応利点で。欠点、ディスアドバンテージが、えー、柔軟性の制限の適用。 でどういうものに適用書なのかというと、えー、シングルティースやショートスパンの FDP。あとは、経験豊富な外科医が手掛ける場合というところが適用書になっていきます。で、このテンプレートチェックリストに余ると、バキュームフォームドテンプレートは、 これらに当てはまっていきます。まあ、正確なインプラントの前入というところは不向きで。実際にこのようなテンプレートはインプラントの軸方向のや傾きを大幅に制限することはできないため、まあ、先ほどの表型テンプレートに分類するというのが最適。まあアバウトテンプレートというところで、えー、作られるというところがこのバキュームフォームドタイプになります。 あとは伝統的なアクリル樹脂のテンプレートというのは、えー、利点としては、コストとしては中程度。で、指摘して確認できて、心理性や、えー、発音、バイトも確認できます。そして、えー、放射線不透過性材料を入れ込んで、サージカルテンプレートだったりとか、ラジオグラフィックガイドにも応用できる。 で欠点としては、えー、熟練とした技工士さんの腕、えー、と技工士さんに作ってもらわないといけません。あとは、えー、バーチャルとのインターフェースが難しい。で適用書は、まあ、ほとんど適用書である。一応、これら、チェックリストでも全て賄っているような形になります。あとは、CADCAM テクニックを用いた えー、テンプレートの利点と欠点になりますが、まあ、当然、えー、正確なマイニューあとガイドサージェリー、あとはバーチャルプランニングのソフトウェアと、えー、インターフェースが可能。ただ、えー、技術がエクスペンシブ、効果であるで。適用としては、ほとんどのアプリケーションに用いられるのと、 このガイド付き手術、ガイド手術に最適なキャドキャムテクニックを用いて作るテンプレートはガイド手術に最適であります。で、このラジオグラフィックコントラストだけがちょっとこのガイド手術というところにはそのテンプレートっていうのは組み込めるっていうのが難しい。 でガイド化手術の精度というのが、えー、と2014年に、えー、以下のように報告があるように、えー、精度は支持組織構造に依存していくということとこのテクノロジーを使用する場合は注意が必要という形で、まあ、割とマキシマムエラー最大の誤差がちょっと大きいというところが、えー、気をつけてしなければいけない。 とというところで、まあ、エントリーポイントでは、まあ、平均は、えー、割とずれというのは少ないんですけど一番大きい誤差というのが4.5ミリアペックス最下点の方向では7.1ミリずれていく、まあ、かなりのずれが出てくる21度もずれてくるというような、えー、大きくずれてくるというところにも注意しないといけない。 というのが、このガイド手術では気をつけなければいけないというふうに、2014年の報告があります。で、これらのキーラーニングポイントになります。規定型のテンプレートはインプラントを賄入する際の最小限のガイドとなり、使用型テンプレートはインプラントオステオトミを作成する際に非常に制限されていく。 えー、真空形成テンプレートはその柔軟性、えー、から一試や短いスパンに最適である。<laughs> アクリルテンプレートは、えー、幅広い用途に使用でき、X 線の、えー、ラジオグラフィックテンプレートにも応用できます。CADCAM で, CAD で作られたテンプレートは、えー、精度が高いもののコストがかかります。 でガイドサージェリーが必要な場合に最適であるというのがまとめになります。で以下を参考に問題移っていきます。で一応、この全体のちょっとモジュールサーマリーとしてもまとめたいと思いますが。 まあ、テンプレートは、補鉄つし型のインプラントマにするのに必要になるものです。で計画段階では、えー、テンプレートは、高組織呼び名組織の、えー、造成の必要性を明らかにして、えー、最適な補鉄物の種類を示していくような形になります。外科手術段階では、テンプレートは三次元的に正しいインプラントマにンを可能にし、えー、クリニシャンは、臨床連に基づいてテンプレートの種類を選択し、えー、先ほど言ったように、支障型、または 真空、えー、テンプレートは経験豊富なもので、えー、キャタクシのテンプレート外出スタジルに使用して、アクリル樹脂のテンプレートはどんどん適用証を賄っているというところが、この全体のサーマリーになります。で、以下を参考に、問題に移ろうと思います。ちょっと最初回にやったときの、ちょっと問題も少し含む形になりますので、まずは神浦先生からお願いいたします。 ヘドカムテクニックスユースインガイドサージリーキャンビーパフォームザットローコスト。どうとハイのね、基準が難しいけど。こはホルスかなまた想像が高いです。一応、ガイデッドサージェリーが一番はいコストが高い。ヘドカムが高いというふうに言われておりますので、これの図ですね。でこれ 前澤先生どのくらいの割合いいこういう規定型のテンプレートのあ先ほどガイドの割合えっと、ガイドは複数の時はもうガイドを使うって決めております。うん、料金もらってるのはい。料金もらってるの,あ,のあ、もらってます。追加で、はい、追加で。いくら、はい、あ一応5万と消費税5万5千円もらってます。あうん、あまあ、そこでそんな。 あれですね、本当に作成と作成量だけですね、もらってるのは。堀先生、どうなんですかサージカルガイドの使用頻度ってどんな感じですか ?100% です。セント？全員使ってます。<あ>堀先生どう、どうされてますかいや、全部は使ってないですね。ハスウシとか、そういう、マイニューングシビアの時に使ってます。ドクターバナッチ、Do you,、uh, how often do you use サージカルガイド How many, I, percent? uh, uh, 90%, 90, uh, 19% because, uh, as, uh, Daisuke-san said, uh, it's expensive because you have many paths. So you have scanning, you have a tomograph, you have, uh, plastered final models. So this is, uh, elevate the cost of the procedure. And, I usually not indicated a guided surgery when you have a very, very critical defects. So, the secret is very good planning first, uh, because you have last, last week, for example, uh, I made a, a planning for tangential to go to the pterygoid uh, implant. Surgery mm -hmm. and in and, and the service of a radiologist said ah we have a difference uh, from zero point eight I said no uh, we must be very very equal one to one the superposition of the the STL and the DICOM must be fact perfect uh, error is not an option in this case. So when you use uh guided surgery you must have a safe extruders from vestibular palatine or limbo who have a a good margin of uh, error to lead a safe a safety surgery and of course uh safety prestige outcomes thank you thank you very much uh, how about uh Jennifer, Dr. Jennifer, how many percent do you use surgical guide in implant surgery? See, uh, here in, in our country, well, in my city, I use like half, half of the patients, not too much. Mm -hmm. Sometimes it, we do it hand uh, handmade or use vacuum. Mostly we use vacuum guide at university too, because we don't have a scanner at university. So they are not familiar to, too familiar to, to guide. Thank you. Dr. Raya, how about, about in, in Nagasaki University? Nagasaki University, all cases have to use prescriptive guide. Prescriptive guide from the CAT CAM. CAT CAM? Yeah.

okay and uh, template can be made using a number of techniques and material the most inaccurate template that may bite just by confirming Vacuum forming, yes okay okay mm. <clears throat> indicated template okay so next Later. Please answer. Which of the following are advantages of indicative templates? Easily made, low cost. Yes. And then that's it. So that's it. non-flexible. Ah, sorry, this is wrong. Sorry, I'm wrong. ah, so flexibility is there.

ディサイディングパシパッションアンドアクシャル、オリエンテーションアブス。the implant being placed チェックですね。一番目、三番目チェックで。うん。二番目どうでしょうね。保持性に問題がなのかな。じゃあ、二番目もチェックかな。うん、一応。二番目も。<う>はい。という形で。はい。 <clears throat> What's next, Dr. Banerjee, please answer. Right. Uh, prescriptive templates select the correct answer, providing maximum guidance during implant position, uh, are useful in situation where the position and implant are not critical. Mm. What if I... 一 <Answer>、uh, provide maximum guidance <Yeah. S 2> during implant position <laughs> yes that's right okay <laughs> next dr holy please answer surgical templates maybe is a prescriptive pres or indicative prescriptive templates surgical template うん、えっとうん一つねええ型うーん。 誤ったインプラントバイニューのリスクが高くなります。2番目、セカンド。かないやここですね。ここなんだ。はい。規定型はガッチリ正確なインプラントになるので、はい。こちらになります。もう少しちょっとインディケイティブとプレクティシブのあれが続きますので、えー、とドクター・カ l e ラ、プリー n s ン e r

まあ、アバウトのテンプレートなので。これ私ね、あの、サーチカラガイドってね、あの、自分でやってたと思うけどね、あの、必要ない先生と必要な先生いると思うんだよね。あの、私の個人的に言うけ <laughs> な,な,くない方がねうまく、うまい先生もいるんですけどなんか、もともとなんかこう、三次元的な前にうまい先生いるでしょ。うん、そういう先生書いてない方がいいと思うけどあのか、あの、なんていうかな。あれがあるじゃない、なんだっけ。車のナビゲーション。 あれなくても目的地につける人いるじゃないか、どっち、なんかね、こう、道とかね、よく覚えれる人。あれはいいけど、ダメな人はね、私はダメな人だからね、まあ堀先生じゃないけど、100%達も使ってるんだよね。<laughs> ないとね、やっぱりダメなんですよ。うん。でもなくてもね、上手い人って勝生みたい人いるんですよ。なくても。あの、飯島先生とか。毎日インプラントしている人ね。だからやっぱりね、人によって違うんじゃないかと思うんだよな。これが一律に学問的な問題じゃなくてね、センスの問題。 ほしあのぎ議論のせ形成マイで下手な人いるじゃないねだからそれと一緒でセンスの問題があると思うんだよなだからそういうのをちょっとなんか入れといてほしい、ね、今度はなこういうところにな <laughs> あ次いいですよすみません余計なこと。So next, Jennifer, please answer which of the following are disadvantages of traditional acrylic resin templates.、Um Oh, is a bandage. I think uh, skilled dental are required. Mm -hmm. Okay, that's right. Let's give a doctor later. Guided surgery te techniques are a classic example of a prescriptive template. True. 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 That's r u e t right. あれあ、ごめん。I'm s o r r y f a l s e <False. S 2> あ、死亡型。死亡型。About t e m p l a t e ですね。すみません。<あ>はい。あれアプレクティクスは死亡型じゃなくて、すみません。規定型だから、すみません。True ですね。True チェックミスです。はい。僕が訳して<の>ました。はい、国際的な問題に発展しないように。<laughs> <laughs> インディケティブインディケティブだったらトゥですけど、あ、インターナショナルプロブラムですけど、すいません。テンプレート、ーの問題ない <laughs> あ。すいません、これは僕がちょっとチェックをもう出ちゃいましたけど。<laughs> すいません、星先生。 もうできてましたけど。<laughs> はい。みん <laughs> なのこと。traditional acrylic rating templates can be adapted into rage graphic templates.Julia acrylic juicy template shows photographic. もうこれはそうですよ、ね。えっと、どうぞ。True.That's GIWA.Dr.Banucci, please answer. Due to their flexibility, vacuum-formed templates are best used in single tooth situations, correct? Yeah. Uh, Short span situations, correct? Yes. And edentulous situations, not. Not. OK. That's

あとはね、うん、ベリーグッドケース。あ、これ、あの、ITU のワールドシンポジウムで、あの、写真撮ってきたのでね、一応、はい、こんな感じでね。あ、共有ときますね、すいません。ね、共有してますかね。あの、海外でね、結構、あの、なんだっけな、えー、ズームで講演してもらった先生ともね、会って、あの、こうやってね、あこの人はオーストリアの先生か。この人はね、ハンガリー ねこれはね、ネパールの先生なんですよね。終わってきて。あとはね、えー、とどこだっと、あ、これか。これ、カン先生のね、講演も聞いてきたんです、ね。んジョセフ、カンセンね。今度またこの話も前田先生にします。わすごいいい講演だったからね。ねお願いします。ね、また。じゃあ、また。あ、来週は山田先生かなと思うんで。え、すみませんけど、今日はまた。はい、ま先生今日で終わりだよね。そうです。ねね そうですね。したらまた来週ねよろしくお願いします。はい。それでは See you next week。ございました。Goodbye。h e r y u にもまた行きますんで。Have a nice week. いや。Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend. ありがとうございます。